ちゃ。こんにちは。さあ豊さん、はい、まあ世界の大谷翔平選手投手がやってくれました。まあね、はい、11冠だっけ。そうです、最終的にもう11冠で、この前エドガー・マルティネス、そうですそうです、の DH でね、はい、まあ、賞を取って11冠になったわけだけども、はい、どういう賞を取ったかね、どういう賞を取ったか、おさらい、ま、おさらいしていきましょう、はい、でこれ時系列順になるんですけれども、はい、ベースボールダイジェストの野手部門最優秀選手、はい、からベースボールアメリカ年間最優秀選手、はい、でコミッショナー特別表彰、はい、さらに選手間投票年間最優秀選手、はい、で選手間投票ア・リーグの最優秀野手で、スポーティングニュース年間最優秀選手、そして11月に入るとシルバースラッガー賞ア・リーグの指名打者部門で、ア・リーグの最優秀選手で、オール MLB チーム指名打者ファーストチーム、今いわゆるこれはベストナインっていう感覚なんですけれども、でさらにオール MLB チーム先発投手セカンドチーム、そしてエドガー・マルティネス賞ということなんです。いやすごいな、でもな、もうそうな目じゃないですかこれは、うん、まあでも何年も続きそうだけどね。いやとなると、うん、もう投手と野手をずっとやっている限りは永遠に MVP はいやいや、まあ でもどっちにしても、はい、まあ、ピッチャー専属になったとしても、うんうん、野手専属になったとしても、はい、こういうチャンスは生まれてくるよね。まあ、そうですね、やっぱり能力が高いもんね。そうですね、まあ、それと、まあ、大谷自身が一番嬉しいと思ってるのは、はい、選手間投票の中で MVP を取れてるっていうことが、はい、俺は一番嬉しいんじゃないかなっていうような気はするけどね。そう、やっぱり認められてるってことですね。そう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 、うん、それとやっぱ DH っていうのは今まで日本人で初めてだっていうけども、うん、DH に入れるだけの凄さがあるバッターなんだよね。だから結局、うん、価値のあるというかさ、はい、もう相当打たないと DH っていうのは、やっぱそのポジションというのはこう相当パワーもないと、はい、打てないポジションなんだけども、パワー&スピードがあるからね。そうですよね、大谷選手。だから申告敬遠したところでさ、はい、前の塁が空いてたら、うん、走られるしな。そう、指名打者で、うん、しかも走られる選手でっていう、うん、なかなかいないよこういうバランスのいい選手は。いやそうですよね、うん、しかもその指名打者だけじゃなくて、まあ、セカンドチームになりますけれども、先発投手のセカンドチームの賞も取ってますから、うん、だから両面で評価されてるということだからさ。まあまあピッチャー部門ではもう少し勝ち星が欲しかったなっていうふうには思うけどね、はい、だけど、まあ、援護がなかったりだとかさ、うん、ピッチャーっていうのは他力な部分っていうのはあるから、はい、だからまあそれはもう仕方ないんだろうけどもさ、うん、夢があるよな、これだけやっぱりこう、メジャーって最高峰というふうに言われてて、はい、まあ、そこでプレーして MVP を取ってみたいな、で11冠に輝くという、はい、あと何が欲しいんだろうね。例えばこれ取ってない、例えば最終防御率とか最多勝は無理なのかな。まあまあ無理ではないと思う、無理ではないと思うし、はい、まあ、防御率だって無理ではないと思うよね。そうですね、投手は可能性はね、どの部門でもあると思うよ。そうですよね、まあ、奪三振もそうだし、はい、勝率もそうだし、うん、全部の可能性を秘めてる選手だよね。そうですよね、やっぱりでも、うん、ただやっぱりその最後までホームラン王争いもしていたし、はいはい、DH だったしっていうことで、やっぱりその野手としてのすごくこうクローズアップされましたけど、うん、ね、そうなるとやっぱり来年は投手としてももっとピッチャーもね、ピッチャーとしてもすごく成長してるよね、はい、やっぱギアの上げ方下げ方、うん、これがすごく明確になってきてるよね、はい、ここでは上げといた方がいいとかさ、うん、ここはちょっと下げててもいいとかさ、うん、だからチェンジアップペースが できてきてるというね、うん、だから非常にやっぱ頭のいい子だね。そうですね、本当は頭はいい、顔はいい、スタイルはいい、うん、足は速いわ、パワーはある、揃ってないものないですよ。何ちょっと探してみたいよね。逆にそうですね、 何かが不得意とか、でも国民栄誉賞は断ったんだよね。そうなんですよ。そうだね、うん、断るよまだ20代だろ。そうです。それでなんかそういう賞に縛られて生きるっていうのも、うん、嫌じゃない。
まあ、そうですね、なんかちょっと窮屈というか、いやそれ大谷の中では多分名誉なことだというふうには思ってるかもわからないよ、うん、でもやっぱこっからの人生って長いしね、はい、でもそういう賞にまあ、とらわれずに、うん、なんかこう手足を伸ばして生きていきたいっていう気持ちはすごくわかるよ、うん、年取ってからもチャンスがあるからね、大谷はね。そうですよね、うん、だからその時にもらえればいいだけで、うん、ちょっと上げる方も早すぎる、うん、でも一応やっぱりね日本としてはそのぐらいの敬意を払っとかないとさ、はい、まあそうですよね。そう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 、だってメジャーリーグでここまで活躍するのってそうないですし、うん、そうないっていうかもう二度とないかもよ。いや、大谷が存在してる時は自分のキャリアハイというのを塗り替えていけば、うん、もちろんチャンスはあるんだけどもさ、うん、やっぱ両党でできるっていうのはそう可能性は低いよね。まあそうですよ、やっぱ年齢いけばやっぱりどっちかにしなきゃいけない時がもしかして、うん、もちろん、まあ、あるだろうね、だろうし、あるだろうね。それまであともしかすると数年、わずかな期間かもしれないけれどもっていうところですね。まあね、だから、うん、まあ11巻目、エドガー・マルチネス、はい、エドガー・マルチネスはすごいいいバッターだったんだけど、イチローさんと一時期一緒に、ね、あ、そう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 、はい、だからすごいバッターだったんだけどね、はい、でもそういう名前が、ね、できるんだね。そうなんですね。だ、まあ、例えば沢村栄治、はい、沢村賞とかもあるじゃない。日本って野手部門でなんかないんだよね。あ、衣笠賞とかないんですか？ないんですよ。ないでしょ、はい、だからなんか、まあ、イチローだってさ、あれだけ、ね、うん、日本のプロ野球をこう盛り上げて、うん、メジャー行っても首位打者を取ったりとかさ、うん、だから首位打者を取った人には首位打者の部門ではなんとかイチロー賞とかさあってもなんかあってもいいような気がするんだけどね。確かに、あの沢村栄治賞で終わってますもんね。とかその一つのタイトルしか名前ついてるのないですもんね。勝利期松太郎賞っていうのが監督とか、まあ MVP とか、なんかそういう風な賞に値するというかね、まあそういう賞はあるんだけどさ、まあ例えばこれから二刀流も出てくるよね、多分大谷を目指して、そしたら大谷翔平なんとか賞とかさ、なんかあってもいいような気はするけどね。そうですね、新たに作ってもなんかそういうの、イチローなんかあれだけのね、功績を残した選手だし、そういうのがあってもいいなって。長打部門では松井があってもいいし、両方だったら大谷があってもいいし、なんかそういう風な賞がどんどん増えるとね、いいですよね。いいよね、メジャーリーグってそういう意味では結構あの先に先に前に前に行ってますよね。エドガー・マルチネスって言ったらなんか最近の選手、俺も知ってる選手だからさ、プレーを見てた選手だから、はい、新しい選手がやっぱ名前を持った賞を作るんだっていうような、あれどういう経緯でできるのかわからないけども、はい、そういうのがあってもいいなっていうふうに思うよね。ただでも大谷翔平選手がこの賞を取ったので初めて知りました。まあそれはそうですね、この賞もあるし、こういう選手がいたんだっていうことも、あ、こういう選手がいたのは俺知ってたけど、こういう賞があったっていうことは初めて知った。大谷選手のおかげですよね。いやいや、そうだ、大谷がいろいろ教えてくれるよ。本当そうですよね。例えばこのファーストチーム、セカンドチームっていうのも一体何なんだろうって調べると、そうそうそう、ファーストチームっていうのはもうレギュラーでベストナインみたいな感じで、そうそう、まあ、セカンドチームっていうのは、まあ、その次の準レギュラーみたいな時点みたいな、あ、こういう賞もあったんだもん。まあ、時点みたいな感じだよね。そうです、そうです、まあ、レギュラーなんだけど、はい、まあ、この人よりも票数が、はい、少なかった時点みたいな感じの、はい、をセカンドチームっていうわけでしょ、はい、まあ、そういうやり方も面白いよね、はい、だこんなにメジャーリーグって賞が細かくあるんだなっていう。いや、だから日本も称えていいと思うよ、はい、うん、例えば新日本でもまだ発表になってない、まあ、この動画が出る頃には発表になってるのかもわからないけども、うん、はい、大荒れだと思うよ、セリーグは。今年はそうですね。そうでしょ、うん、そうだったら何かの賞で何かこう振り分けるとかさ、はい、まあ、そういうのがあってもいいよね。やっぱ叩いてあげないとさ、だからその年運がなかったなじゃさ。そうですね、うん、いや、運があるからそこまで来てるんだからさ、うん、その運を大切にするためにも、うん、何かの賞を作ってあげるといいなというふうには思うけどね。そうですよね、うん、なんかどうですか、高木豊賞とか作って。まあ俺は大谷にあげたいよね。本当にあのみんなその野球を見てたファンが、野球をもっと見たくなるし、大谷翔平を見たくなるし、また小さい子供たちは野球をやりたくなると思うんだよね、はい、
あの姿を見てると、うん、だからそういう賞をあげたいよね、うん、だから十二冠だよ、うん、大谷は杉豊賞も含めて十二冠そうそうまあ何の意味もないけどねこちらから勝手に提案したんですけどそうそう、いやだけど貢献度は高いな、いやもう野球界の貢献度すごいです。だって俺の知り合いのおばあちゃんが、はい、ね、大谷翔平はすごいっつって大谷翔平のファンなんだから、はい、だって野球そんなあんまり見たりとかされないんですよね。そうそうそう、そのおばあちゃんが、まあ、野球はまあ甲子園があったりだとか、うん、ああまあプロ野球が存在してるとか、うん、いうようなレベルの人間でも、はい、人たちでも大谷翔平は見ると。いやそうですよ、いやその貢献度たる否やですよ。なんか見てて嫌な感じしないもんね、ま、なんかこう可愛いなとか、そう男前だなとかで、なんかこうね、こう清潔感もあって好青年でって、そう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 、みんな言いますもんね、まあ、うん、羨ましい、まあ、羨ましいよな、はい、今度生まれてきたら大谷少年が翔平がいいな、いや私も、まあ、大変だろうけどな、まあ そのぐらいの、ね、大変だろうけど、うん、まあでもちょっと一回大谷翔平になってみたいな、1ヶ月ぐらい1ヶ月ぐらいになってみたいな、どんな感じか、どんな感じか、引き続き1ヶ月後もなってたいか、もう俺ダメだって思うか、いやーねえ、うん、人の目っていうのは気になるだろうしな、うね、あれだけでかいとやっぱり目立つしな、いやそりゃそうですよ、でもそんなね、それでもなんかこう自分の中で節制したりとか、うん、いろいろこうね、まあ、ストイックな性格だしね、いますよね、まあ、今年はね11冠ということですけれども、まあ、来シーズンはさらにどんな大谷選手を、そうだね、なんかホームラン王のタイトル取ってほしいな、そうですね、あ今年やっぱり取りたかったと思うんだよね、はい、うん、だけど失速して、うん、で相手のマークにもあって、うん、だけどそのマークを乗り越えて、はい、なんか取ってほしいなと思うね、そうですね、うん、そしてね、あの大谷予想おじさんも、うん、そうだよ、はい、今年絶好調だったのでねえ、うん、ダメだよこうやって大谷を上げてる人が、うん、こう権利はできてきてさ、そうですね、なんかちょっとした時にポッと上げるのはなしにしてほしいなってなるほど ねこっちはね、こっちはずっと追っかけてるわけだからね、追っかけてたんですよね、来シーズンも追っかけますよね、もちろん、うん、あのダルビッシュも追っかけたいんだよね、そうですね、ダルビッシュは俺は世界一のピッチャーになるっていうふうに思ってるし、はい、波があったけど今年なんかは、うんうん、だけど俺は世界一になる瞬間を見たいよね、で相手、うん、ダルビッシュの世界一っていうのは、はい、おそらく最多勝であり、うん、防御率であったりだとかそういうところだと思うから、はい、だからそれをこう取る瞬間とか、うん、そういうのはちょっと見てみたいなと思う。そうですね、でもね、あの怪我というか手術明けの前田健太投手もいますし、まあ、そうだね、はい、前健もね、そうですよ、あと筒香選手もパイレーツにまた、そうだよ、そう再契約で決まったのでよかった、日本に帰ってきてるらしいな、あ今そうなんですね、連絡ないけどねおかしいですねおかしくはないね、そうですか、あとね、メジャーリーグに来シーズンから挑戦する選手たちもね、まあ、いるでしょうし、でもロックダウンがまだ始まるから、ちょっとね、なんか市場が動かないというね、あメジャーの方もなんかそういうニュースも飛び込んできてるし、なんかこう昨年、うん、一昨年ぐらいからなんかこう ね、そこら辺が円滑にいかないから、うん、なんかこう夢を中途半端に終わらせてる選手たちもいるしね、そうなんですね、うん、だから、まあ、早くね、いい方向に向くように、うん、はい、ね、うん、行くといいです、はい、はい。